ピアノ四重奏曲第3番派単調作品60は、ヨハネス・ブラームスが3番目に発表した、ピアノ四重奏曲。作曲時期は1855年頃まで遡り、ブラームスは、A 派単調の四重奏曲を第1番や、第2番に先駆けて1856年4月に、完成させている。これは、ヨーゼフ・ヨアヒムを交え支援も行われたが、ブラームスは、満足せず、 20年近く発表されなかった。その後ブラームスは1873年から1874年にかけて異常や学章単位の書き換えを含む大規模な改定を施し、1875年に現行の形で本作が出版された。初演は同年の11月18日にウィーンにおいてブラームスとヘルメスベルガー死従相談のメンバーという顔ぶれで行われた。 出版に先立ち、ブラームスは、出版社ジムロックに、楽譜の表紙には、頭にピストルを向けている男を描くといいでしょうと、述べている。このエピソードをはじめ、書稿が書かれた時期が、ロベルト・シューマンの自殺未遂から、死の時期と重なっていること、ブラームスとクララ・シューマンとの関係などが関連付けられ、ウェルテル四重奏曲と呼ばれることがあった。全4楽章からなり、 演奏時間は35分前後。ありがとうございます。